不起訴処分となったのは、いずれもベトナム国籍の20代の男性2人です。2人は去年5月、玉名市の飲食店で茶碗にサイコロなどを入れ出る目を予想するベトナム式の賭博ソックディアで客に賭博をさせたとして、賭博開帳図利の疑いで去年12月逮捕・送検されていました。逮捕当時、2人は容疑を否認していて、熊本地検はおよそ1年間任意捜査を続けていましたが、2人を不起訴処分としました。熊本地検は不起訴の理由について明らかにしていません。